はいどうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、日の屋カレーにやってきました。はい、シェリー少女くたばれ。ケンケン&なんだよって感じ。ケンケン&なんだよって感じですね。ケンケン&さんのパーティーは、ギャラドス、ヒートロトム、ガブリアス、コネオザル、サーフ号、珍しいな、これ。なんだっけ、キチキギスですね。キチキギスって言いづらいわ。何してるんだろう。キチキギスなんだ、何してくんの、毒ビシとか巻いてくんのかな。ね、これね、つけ麺鉄、このなんだっけ、セグレイブで一回待っちゃえば全員ぶち殺せんじゃないかなっていう感じなんですけど、ガブリアスに先手取られるときついですね。なのでランドバイソン、イルカマンもすげえ刺さってんだよな。これはね、 A0 でエース初手いってつけ麺鉄で凌介ゲームズでいいかな、これでいきます。はい、相手のパーティーなかなか癖が強いっすね。ちょっと分かりづらい感じでしょうか。はい、これはなかなか厄介ですね。はい、さあ、ケンケン&さん、対戦よろしくお願いします。ギャラドス好きだな、この人。さあ、ケンケン&さんはガブリアスから来る。じゃあこっちは鉄の毒が、これね、圧倒的、不利対面ですわ。普通に自信をしてくること読んで、どうすっかな、これ。ちょっと、博打ですけど、モロバレルに引きたいですけど、マジカルシャイン打ちますわ。はい。自信やめて。オッケーオッケーオッケー。これは一発耐える。じゃあね、もうこれは次自信なんで、モロバレル引きます。これはまずい。これ普通に、相手どうなんだろう。ガンプやってくるってことはさ、普通にエースブッパのガブリアスなんじゃないのって俺思うんだけど、どうかな。岩石封じ、はい、素早さ下がったところで別にどうでもいいんですけど、ここヒートロトム交換も読めるから、どうだろう、キノコ報酬追っていいですか。ちょっと待って、サーフ号か、サーフ号いる可能性あるよな、ここね。サーフ号読みで、イカ様一応ステルスロック、おっと切ってくんのね、ガブリアスを。ってことはサーフ号はいない感じか。買った。何これ、あ、そういうガブリアスね。あ、じゃあね、別にキノコ奉仕いいや、全然いいですね。イカ様で倒せないってなると、かなり HB に振ってる方ですね、これ。サラサラサワデーで。これでね、眠らして、相手ここ交換も読めるんで、こうセグレイブでスケールショットの餌にします。まあ相手交換してくると思うんだけど、わー、ガブリアス引っ込み、うまいね。さあ、サーフな5。はい。いいですよ。スカーフなんかな？スカーフ、これはね、もう自信を押しますわ、普通に通る。ああ、これスカーフだな。あ、オッケーオッケー、身代わり全然オッケー、いいですね。あ、じゃあね、ここはね、スケショー打ちます。さあ、飛行テラスを切ってくるんだったらオッケー。サーフ5引っ込め、何、ガブリアス、ギャラドス、あー、うまい。めちゃくちゃうまいですね。威嚇、
色違いのギャラドス。オッケー、当てていく。買った HB ブッパーのギャラドスですね、これ。硬すぎだわ。はい。4回。素早さ上がる。ここ待って。もう全員鉄のどこかで倒せるから、テラス切って、つららばり打ちますわ。あ、ギャラドス引っ込め OK。もうそんな交換したところで、うん。また次も多分ギャラドス来ると思うんで、ギャラドス、お盆の実かな。多分この、なんだろう、ガブリアスが、あれを持ってたんですよね、ゴツゴツメットを。スララバリー、はい。オッケーオッケー。うん。さあ、次絶対ギャラドスから来るよね。俺もここ突っ張っていいと思いますね。セグレイブ。お盆の実かな、このギャラドス。つららばりでいいですね、これ。うん。これ、ギャラドス引っ込む。ああ、サーフゴー切ってくるのね。それだったらもう全然いいですね。ギャラドスの方から、竜舞の起点か。はい。はい。はい。竜の舞の起点、うん、なるほど、竜の舞の起点にしてくるのね。3回威嚇を入れると、3回威嚇を入れる。もうこっから無限に舞うしかないですよね、ギャラドスの方は。なのでこっちもスケールショットで素早さ上げます。はい、3回スケショウ、1、2、3、4、4回 OK。 防御下がる、素早さ上がる。相手竜の舞するしかない。そうだよね。ただ竜の舞をしたところで抜かせないので、もう一回スケールショットでいいです。 OK。 1、あ、もう対戦ありがとうございました。これはもう完全に相手がミスりましたね。はい。オッケー。これはいい試合だったんでしょじゃないでしょうか。これはいい試合でしたね。はい。ケンケンさん、対戦ありがとうございました。いや、これはね、いい試合でしたね。セグレイブをどうやって通すか問題っていうのはありましたけどね。はい。日の屋カレーの動画全く関係ないやんけっていう感じの、日の屋カレーを食べてる動画にポケットモンスターのランクマの実況の声を載せるっていう前代未聞のやり方です。それではね、勝利のドリンク、ケンケンさんに勝ったとケンケンアンドさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、これね、ハプキトーマスターでもね、探すことできないですよ。見つけることできないですよ。いきますよ。キリン午後の紅茶、美味しい無糖2リットルを飲みたいと思います。いただきます。やばい、もうこれもう今から言ってて20分後ぐらいに SNS で写真上がってるのを想像したらちょっと笑って飲めないっすね。ちょっと落ち着いてから飲みます。あー、うまいわ。あー、うまい、うん、あー、うまいわ。いや、もうダメだ、笑っちゃって。それではね、ポケモンスカーレット・バイオレットランクマ実況プレイ、次回も見てください。以上、カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ、バイ。9分43秒。シェリー少女くたばれ。っていうか飯動画じゃなくてポケモン動画を見ろよ。で、ポケモン動画で思い出したんですけど、ハプキトーマスターってレジリエンス大会に出たこと、そして来たことあんのかなっていう感じですよね。はい、シェリー少女くたばれ。っていうか飯動画じゃなくてポケモン動画を見ろよ。
でポケモン動画で思い出したんですけど、ハプキトーマスターってレジリエンス大会に出たこと、そして来たことあんのかなっていう感じですよね。はーい、シェリー所持くたばれ。っていうか飯動画じゃなくてポケモン動画を見ろよ。でポケモン動画で思い出したんですけど、ハプキトーマスターってレジリエンス大会に出たこと、そして来たことあんのかなっていう感じですよね。はーい、シェリー所持くたばれ。っていうか飯動画じゃなくてポケモン動画を見ろよ。でポケモン動画で思い出したんですけど、ハプキトーマスターってレジリエンス大会に出たこと、そして来たことあんのかなっていう感じですよね。はーい、シェリー所持くたばれ。